レンボンガン、島での首脳ケリングレンボンガン島は、バリ本島からバドゥン海峡を経て南東に約18キロ、バリ島とロンボク島の間にある島。インドネシア中部の小寸ン列島に属し、面積は約8平方キロメートル。人口は約5000人。近隣にはペニダ島とチュニガン島がある。 空豆の形をしているレンボンガン島は、サンゴ礁とマングローブ林が綺麗な島である。二つの村に分かれていて、北部のジュングバク村と南部のレンボンガン村からなる。レンボンガン島は、サンゴ礁が隆起してできた島と言われている。北部は、平坦な大地で、美しい白浜のビーチやマングローブ林がある。南部は、小高い丘陵となっていて、デビルズ・ティアーズや、 ドリームビーチといった観光名所が点在している。北部はサンゴ礁とマングローブ林があり一番人気の観光スポットとなっている。296種類のサンゴ礁と567種類の熱帯魚が生息していて、年間通して摂氏25度摂氏28度の水温がシュノーケリングやダイビングなどのウォータースポーツに最高な環境だ。 サンゴ礁からできた小さな島で海に囲まれているので、清水がとても貴重な島である。農業に向いていない土壌で作物が育たない。現在ほとんどの食料や飲料はバリ本島から持ってくる。運び代のコストが高いためレンボン岩島の物価はバリ島より少し高い。島北部のジュグッパトゥ村や南部のドリームビーチには、 美しい白車のビーチが広がっている。島の周りは美しい珊瑚礁が囲んでおり、毎日のようにバリ本島から日帰りのダイビング、シュノーケリング、サーフィン、バナナボートなどを楽しむ観光客がやってくる。マッシュルームベイ周辺には快適なリゾート、バンガローが揃っている。ジュングバトゥ村には格安バンガローが多い。ジュングバトゥビーチの 船着き場が主な港となり、周辺にはビラタイプの宿泊施設やレストランが多い。一泊7000円から3万円のビラが点在している。島の北東側には野生のマングローブの森が生い茂っており、地元の漁師が漕いでくれる小舟に乗って森の奥まで案内してくれる。また、カヤックやサップでジャングルの奥まで探検できる。レンボン岩島の一番の魅力はサンゴ礁や 熱帯魚。この島でのシュノーケリングやダイビングは圧巻だ。バリ島のサヌールから公共スピードボートが6社ほど常に往復しています。スピードボートもサヌールから所要時間40分、往復50万ルピアで結んでいる。また、これらの会社が本島からの送迎とマリンスポーツを組み込んだパッケージツアーを再行しているので、バリ島で申し込んで参加しても良い。 島内には公共交通の乗り物はないので、バイク、自転車や観光用のトラックが主な移動手段。各リゾートや船着き場にバイクレンタルやレンタルサイクルがある。ありがとうございます。